ネパール共産党、ネパール共産党統一、毛沢東主義派、ネパール共産党統一毛沢東主義派は,は、ネパールの政党、毛派共産党。本校では、合同前のネパール共産党、毛沢東主義派、通称マオイスト、または毛派、マオバディとも呼ばれているについても詳述する。前身は、ネパール共産党、毛沢東主義派。 2009年1月12日、ネパール共産党、毛沢東主義派は小規模な共産主義政党、ネパール共産党統一センターマサル派及びその、公然組織、人民戦線ネパールと同市、ネパール共産党統一、毛沢東主義派となった。1995年3月、ネパール共産党、毛沢東主義派として結成。初代初期長は、プラチャンだ。 本名、ブシュパ、カマル・ダハル、現、議長。1996年に武装放棄、人民戦争、ネパール内戦を展開。農村部を中心に、ネパール領土のかなりの部分を実行支配した。2006年、停戦。以後、暫定政権に加わり、議会内の活動に転ずる。2008年4月の政権議会選挙では、 第一党となったが過半数を得ることができず、他党との連立を模索してきた。選挙から政権発足まで4ヶ月を要した。2008年8月15日の政権議会では、統一共産党、マデシ人権フォーラムなどと連立し、プラチャンダ首相を主犯とする連立内閣を成立させた。2009年5月4日、プラチャンダ首相が辞任し、連立内閣は崩壊。 2011年8月28日、統一共産党のジャラナーとカナール首相の辞任に伴い、政権議会が実施した主犯指名選挙で、連立内閣時代に財務省を務めたバーブラ・アーム・バッタライモー派副書記長新首相に選ばれた。これにより、統一、モータクト主義派は2年ぶりに政権の座に返り咲いた。2018年5月、 ネパール共産党統一マルクスレーニン主義派と合同してネパール共産党に発展的解消した。武装組織ネパール人民解放軍2万人を要し生活基盤、経済基盤整備が遅れていた参観の封存部に拠点人民政府を構え政府に対して武装闘争を繰り広げた。外国からの援助は皆無であるとされ農民の家に 党員や兵士を住まわせてもらい、食料は農民の援助か自給自足が基本である。武器弾薬は主に警察や国軍を襲撃して奪ったものを使用する。資金調達のため銀行を襲うこともあった。人民戦争の時代、本拠は中西部の山中、ラプティケンロルパ軍に置かれていた。男尊女卑の強い文化の影響により、男女同権を主張するマオイストには、 女性党員も多い。こうした女性党員の中から2008年多くの政権議会議員が当選している。また、マオイストの理論的指導者がネパールズイーの州サイバーブラームバッタライであることからインテリ層からの支持も少なくない。兵士による道路建設や共産主義的な学校教育も行っており、農民の評判は良いが、上納金を要求したり、家屋や 財産の没収、農民の兵士への徴用なども日常化しており、マオイスト支配地域から政府支配地域へ逃亡する者もいた。また、実行支配地域に FM ラジオ局、ラジオ人民共和国ネパールを設け、党の主張を放送した。一方、農村各地を巡業しながら演劇によって、マオイストの正義と国王の残虐性を宣伝する、宣伝工作隊も存在した。 ある時、過去のマオイストの戦いをテーマにしたオペラを上演したところ、見ていたプラチャンダはサングラスを何度も外し、涙を拭ったという。アメリカ合衆国はマオイストをテロ組織と認定して、国王政府を支援したが、ネパール政権議会選挙で第一党となると対話路線に方針転換し、2012年9月にテロ組織認定を解除した。また、 欧州連合 EU はこの組織が内戦において少年兵を使っているとして非難し400名もの子供が死亡したと主張した。参加に学生組織である全ネパール民族独立学生連合がある。また青年組織としてネパール共産主義青年連盟ヤングコミニストリーグネパール UCL があり暴力行為等で問題になっている。姉妹政党には 隣国インドで武装闘争を続けているインド共産党、モータクト主義派、ナクサライトがあったが、マオイストが議会路線に転換してからは協力関係でないとされる。1990年、ネパールでは政党と国民の民主化運動により、ビレンドラ国王によって事実上の絶対王政が廃止され、実質的な立憲君主制が採用されたジャナアンドラン。 これにより30年ぶりに複数政党制による議会制民主主義が開始された。しかし民主政治への急速な転換は課題が多く政治は混乱を続けた。後のマオイスト議長プラチャンダは1989年に武装闘争を目指す地下政党ネパール共産党マシャル派の総書記に就任。その後マシャル派はネパール共産党 第四会議派などと合流し、地下政党、ネパール共産党統一センター派、エカタケンドラに合流する。1994年11月、統一センター派は全く同盟の組織二つに分裂する。一つは武装闘争に消極的なニルマルラマのグループであり、もう一つは武装闘争に積極的なプラチャンダのグループである。統一センター派は、議会活動のための公然組織、 統一人民戦線ネパーを持っていた。これも二つに分裂した。バーブラアームバッタライはプラチャンダ派の公然組織の議長となる。1995年3月、本格的武装闘争を前に、プラチャンダ派統一センターは、ネパール共産党、もう卓党主義派と解明する。1996年2月4日、バッタライは統一人民戦線ネパールを代表して、 シェール・バハドゥルでウバ首相に40過剰の要求を突きつける。デウバはこれを拒否する。その主な内容は、などであった。要求が、デウバ政権に拒否されると、2月13日、モ沢タクト派は武装ゲリラを組織し、ゴルカ、ロルパ、ルクム、シングリの4軍で警察などを襲い、人民戦争、ネパール内戦を開始した。これは2006年まで11年間続き、 一万三千人以上のネパール人が死亡したとされる。1998年5月、警察による大規模な総統作戦が始まる。2000年10月初めて軍単位の人民政府がルクム軍で成立。2001年末までに75ある軍のうち24軍で人民政府を樹立した。2001年2月、インドパンジャーブ州で 第2回闘争会が開催された。ここで決定されたことは、2001年6月1日、王室で銃乱射事件が発生し、ビレンドラ国王と皇太子を含む王族要人が死亡すると、ネパール王族殺害事件、国王の弟ギャネンドラが即位する。ギャネンドラ国王は、兄の推進した民主化政策を次々に覆し、議会は、閉鎖、内閣は、 国王派の人物で占められ、ビレンドラが容認した報道の自由も保護にされた。バッタライはネパール王族殺害事件はギャネンドラのクーデターであると新聞史上に発表したため国家反逆罪に問われた。2001年11月、モーハゲリラは初めて政府軍の施設を襲い武器弾薬等を奪う。これに対し政府は非常事態を宣言し、初めて軍を出動する。 当時のネパール政府軍は王室ネパール軍と称し国王が最高司令官であった政府は4050人のマオイストを殺害したと主張したが実際は半数以上が一般人であったといわれるアムネステイ・インターナショナルより国内では国王に対する不満が蓄積しその感激をつく形でマオイストは支持を獲得し山間部を中心とした国土の半分以上を 掌握した。75あるネパールの軍のうち68の軍で何らかの形でゲリラ活動が行われた。2002年には毛派は国土の7割から8割を実効支配していると主張した。インドや米国は国王と政党との和解を進めてマオイストを弱体化させようと考え国王に民主化要求、立憲君主制への転換を突きつけながらも テロとの戦いを強調する国王に対して援助増額させる。国王は中国からも武器援助を受け、マオイストと,と対立するが、政党との和解に関しては反発し続けたため、七党連合とマオイストは接近して、国王打倒を進めた。すると、国王はインドや米国にも見限られ、やがて欧米メディアでは民主化を弾圧する。 独裁的な先制君主とするイメージが形作られ、国王派は国内でも国際的にも孤立した。2005年2月、国王は内閣全員を罷免して軟禁して申請を行うが、インドや米国がこの絶対君主制への王政復興を通列に批判したため、国王は中国やパキスタンに接近しようとした。2005年10月、もう拓斗派悪く軍。 順番村で中央委員会を開催。ここで七党連合と協力することが決定される。2005年12月、七党連合はニューデリーで毛沢党派と12箇条の合意を締結した。この合意の枠組みの中で毛派は複数政党制による民主主義と言論の自由を容認することを確約した。一方、七党連合の方は 毛派のネパール政権議会選挙に対する敬派の要求を受け入れ、政党とマオイストの反国王共闘が成立した。国王は国内での支持を回復しようと2006年2月8日には統一地方選挙を実施した。しかし、これらの選挙はマオイストを全く無視した形で進められたため、マオイストは政党7党と共に別の政府を建設しようと提案。 全国で選挙ボイコットを呼びかけ、投票率は20%程度に止まった。2006年4月上旬、民主化要求の高まりの中で、7党連合とマオイストは攻勢を強め、各地で国王打倒でも扇動、首都カトマンズは道路封鎖され、国家機能は麻痺した、ロクタントラ・アンドラン。インドは国王と政党7党、マオイストの仲裁に乗り出すが、 国王が民主化後の自らの地位が保障されない限り、交渉しないと主張し続け失敗した。米国は4月24日に、権力の放棄と象徴的な国王になる、要要求する声明を発表すると、4月26日に国王はすべての国家権力を議会に移譲すると、テレビ演説した。2006年4月30日国王により、解散されていた会員が再開され、 政権議会選挙の実施、マオイストとの対話の再開、停戦の表明等が採択された。この国会によって、これまで王族の私有財産であった軍隊を含む公的機関がすべて国有化され、王領地の没収、王族特権の廃止なども次々に決定。国王は象徴的地位を残して一般国民と同等とな。これらの法案には、 マオイストの意向が強く反映されている。5月2日、コイララ内閣が7名で発足した、閣僚数は後に20名に拡大。6月には政党による政府とマオイストの人民政府が合同して、暫定政府が建設されることが決定した。11月8日、政府とマオイストは、高級平和の実現に向けた合意文書に署名。 2007年6月半ばまでの政権議会選挙の実施、選挙の自由かつ公正な実施のために、国連が国軍及びマオイストの武器管理の監視を行うこと等に合意した。この合意をもとに2006年11月21日、政府とマオイストは無期限停戦を誓う、包括和平協定に調印。2007年6月までに政権議会選挙を実施することで合意した。 この合意を受けて2007年1月23日国際連合安全保障理事会は国連ネパール支援団運民を設立するアンポリ決議1740を全会一致で採択国軍と人民解放軍の停戦を監視することになった政府はマオイストが武装解除し2007年4月の国会選挙までに 議会政党へ転換することを要求していたが、結局は暫定的措置として、国軍とマオイスト双方が人にこもり、武装して外出しないことが約束され、運民の監視下に置かれるとした。なお、国王を熱心に支援してきた中国は、国王が実権を失った直後、当局がマオイスト指導者と接触するなど、ネパール共産党、 毛沢東主義派に対する政策の変更を余儀なくされている。2007年4月1日、毛派から閣僚数名が参加した新政府が発足し、毛派と7党連合による国家運営が始まった。毛派しばしば他党と衝突し、閣僚を何度か引き上げるなどして要求を通そうとした。このため、政権議会選挙の実施は延期になったが、 ようやく2008年4月10日に実施された。その結果、大方の予想を裏切って、もう派は220議席を獲得し、比較第一党となった。しかし、過半数には遥かに及ばなかったので、他党との連立を模索せざるを得なくなった。後に、内閣指名議員が加わり、229議席となる。なお、第二党はネパール会議派115議席、第三党は、 統一共産党108議席であった内閣指名議員を含む。2008年5月28日、政権議会が招集され、毛派の祝願であった王政廃止が議決された。ギャネンドラ国王は退位し、王宮を去った。政権議会で大統領は象徴的な役割のものと決まり、毛派は一時他党に配慮して自党の大統領候補を取り下げたが、 いろいろな経緯の末、共和制指導者、ラムラジャ・プラサドシンを独自候補に出て、大統領選を戦い、決選投票の結果、2008年7月21日、ネパール会議派などがオスラアームバランやアダブに敗れた。第一党の党首として、プラチャンダ議長は、大統領より実権のある首相を目指し、一時は確実視されていた。党派は、大統領選挙で、 連立のパートナーとして交渉してきた、統一共産党のマーダブクール、ネパール前総初期を結果として、候補として認めず、裏切り者扱いされ、さらに、マデシ人権フォーラムについては、同党のオス、副大統領候補を認めなかったことから入閣を拒否され、またネパール会議派とも関係が悪く、組閣が困難な状況に陥った。こうして、大統領選を通じて、ネパール会議派、 統一共産党、マデシ人権フォーラムによるケハ方位網が形成された。大統領選挙に敗北した、プラチャンダ議長は一時野党に留まる、可能性を示唆した。7月22日に開かれた、中央初期局会議ではこれを正式に承認し、政府は組織せず、野党に留まることを決定した。さらに、毛沢東派の中では、プラチャンダ、バッタライラの現実主義、 議会主義に対して、キラン、バーダルらの革命原理主義者とも言えるような強硬派が批判を強め、連日激しい議論が続いた。こうした中、ラームバランやアーダブ大統領は、プラチャンダに主要政党と合意を形成して、内閣を組織するよう要,要請。しかし、国防大臣ポストをめぐり、ネパール会議派と折り合いがつかず、決裂、結局、選挙で決めることになった。 右与曲折を経て8月15日の政権議会での主犯指名では一時関係悪化した統一共産党、マデシ人権フォーラムなどの協力を得て、プラチャンダが464票の大量得票で首相に選ばれた。組閣の過程では統一共産党が突然内閣ナンバー2のポストを要求して決まりかかっていた6人の閣僚を引き上げるなどの波乱があったが、 統一共産党のバムテーブ・ガウタムを単独の副首相権内承認するなど情報した結果、8月31日、ようやく24人からなる連立内閣が成立した。財務大臣にバーブ・ラーム・バッタライ、国防大臣にバーダル、ラーム・バハドルタパなど、プラチャンダを含めて11人の閣僚が、ケハから入閣した。2008年12月、毛派系の労働組合が、 ケ派に批判的な報道をしていた新聞社ヒマールメディアを襲撃。約50人がオフィスに侵入、スタッフ12人が負傷した。侵入者らは猛派政権に批判的な記事の掲載の中止を求めた。12月23日、ヒマールメディア系の新聞は社説を空欄のまま発行し、抗議の意を表した。プラチャンダ首相は12月22日、 モハの振りをして党に汚名を着せる活動をしている不道徳な分子の行為だと弁明している。政権獲得後、皮肉なことにプラチャンダ議長の党内での求心力は著しく低下した。身内を調用するなどの腐敗的人事、現実路線に抵抗する欺瞞、モハンバイディアラ強硬派の突き上げなどによるものである。こうした中、プラチャンドは二千九年一月十二日。 毛沢東派と小規模な共産主義地下政党、ネパール共産党統一センターマサル派、エカタケンドラマサル。指導者はプラカー氏及びその公然組織、人民戦線ネパールとの合同断交、ネパール共産党統一、毛沢東主義派を結成した。これにより、キランダ強硬派の勢力は弱まるのではないかという見方もあるが、党内の不満が高まる傾向も見られると伝えられている。 2月11日、プラチャンダ内閣の元閣僚で統一、毛沢東主義派の政治局員であるマトリカ・プラサド、ヤーダブが、この合同に反対し、離党し、ネパール共産党、毛沢東主義派の再建を宣言した。これに共鳴する動きも出ている。毛波は、政権議会内で過半数を大きく割っており、プラチャンダ政権は、必ずしも、信頼関係の確立していなかった。 ネパール統一共産党をはじめとする連立与党との間で不安定な政権運営を容疑なくされいた。加えて国軍政府組のトップ、ルーク・マングド・カトワル参謀総長はもハ派の主張する人民解放軍と国軍の統合に公然と反対し、ことあるごとに内閣と対立してきた。こうした中、2009年5月3日、プラチャンダ首相はカトワル参謀総長を 一方的に解任。これに反発して、同日、統一共産党、友愛党が連立を離脱。さらにネパール会期派出身のヤーダブ大統領が、同日深夜、カトワルの参謀総長族党を支持し、政権議会内には猛派包囲網が形成されていった。こうして、5月4日、プラチャンダ首相は辞任した。KP シャルマオリ内閣の崩壊により、 プラチャンダが2016年8月3日に再び首相に指名され再当番を果たした。ネパール会議派などとの連立政権で2018年実施が想定されている新憲法下での総選挙を実施する前に政権をネパール会議派に渡すことが連立の条件だったとされている。2009年2月11日時点。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。